2019シーズンの明治安田生命サッカー J3 リーグです。開幕10試合目を迎えました両チームです。リーグ14位のザスパクサス群馬、そしてリーグ最下位に苦しんでいます FC 東京 U23 のゲームをお届けしていきます。群馬県前橋市にあります正田醤油スタジアム群馬です。先日のガンバ大阪 U23 戦で J リーグ通算100試合の出場を達成しましたザスパクサス群馬青木翔太選手に花束のセレモニーになります。さあ、それでは両チームのフォーメーションを見ていきましょう。まずは群馬のフォーメーションです。 4-4-2 のフォーメーションを予想しています。一方の FC 東京 U23 です。こちらも 4-4-2 のフォーメーションを予想しています。平川から右へ展開、ここに中村、ただここで奪います。さあ、早い攻撃に行けるかどうか。加藤純也、そして佐藤もそのまま上がっていく。右は青木、ボックス内には高澤も入ってくる。左に持ち替えて高澤ターゲット、こぼれてダイレクト田中、佐藤も行くが、佐藤がシュート決まった。群馬先制。佐藤翔のゴールが決まりました。ザスパクサス群馬、前半の32分、左に持ち替えて高澤が頭で落として田中がシュートで、こぼれてごちゃごちゃっとしたところ、佐藤が最後まで諦めませんでした。新たな仲間とともに J2 復帰を目指します群馬の戦いです。 J3 2シーズン目、さあ青木がここは突破、加藤が欲しがりますが逆のサイドを使います。田中、後ろから三永は来てますが加藤に渡す、シンプルに入れた、高澤ヘッド決まった。 J リーグ初ゴールとなりました。高澤、天皇杯に続きまして連戦となりましたこのリーグ戦でついにゴール。加藤から最後は高澤の高さが行きました。欲しかった欲しかったこの J リーグでのゴール。ここから右へ中村、中に折り返す、ヘッドはクロスバーの上、最後は宮田のヘッド。中央、久保から右、中村、田中が奪った。さあ群馬チャンス、加藤純也、神戸からいった、決まった、吉田雅也 J デビューゲームが J 初ゴール、驚愕のミドルシュート、加藤純也が振ってディフェンス当たってこの位置から、迷いがありませんでした。ディフェンダーにどうですかね、当たったかどうかというところですが、さあコーナーキックのチャンス、ニアに来る、ヘッドそらす、ゴール前、本線になりますが、シュートはゴールの上、最後は久保、この位置からいった、ナイスキーパー、中村のシュート、群馬のキーパー吉田俊です。さあ青木オフサイドなし、ゴール前来た、今日2点目、4対0、
スルーキーの高澤が躍動。青木がオフサイドなし。宮に加藤、ただ中央走ってきました高澤、一度キーパーには防がれたんですけれども、その後落ち着いていました。クリーンシート 4-0 で終えるか、 FC 東京 U23 は1点返せるか。ヘッド、1点返した。最後の最後で1点を返しました木村誠二。ゴールが決まりまして4-1、 FC 東京 U23 が1点を返します。加藤純也、ここで試合終了です。4-1、群馬最後1点は返されましたが、ホーム2ヶ月半ぶりの勝利となりました。